学ぶ、楽しむ、癒されて、まちづくりゲームの歩き方というタイトルで、株式会社ドライブ社と、フロントエンドエンジニア、テクニカルディレクターの松竹恵里さんに話をいただきたいと思います。松竹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。急いで X の ID 書きました。大したこと喋ってないですけど。はい。松竹恵里と申します。今回3回目ゲームディストの出演で、前回まではちょっと沢田恵里という名前でやってたんですけど、まあ今これ会社、夫と2人でやってる会社なんですけど、まあ名前揃えるために名前変えました。はい。で、私雑食ゲーマーでして、今はゼルダとアーマードコアを並行してやってて、まあ次早くスターフィールドやりたいなと思ってたりです。ピクミン4も買ってあるんで、忙しい毎日です。はい。ですね、1回目はゲームで満たす人間の欲求の話、2回目はエンジニアがハマってしまう効率化ゲームのお話というのをしまして、今回は私が愛してやまない街づくりゲームの話をします。他の方と違ってかなり緩い話なんで、金曜日の最後の話にして、ゆるく聞いてください。はい。まちづくりゲームとはですね、まあ、やったことある方もいると思うんですけど、まあ、名前の通り、道路とか建物とかを作って、設置してってですね、街を作っていくゲームです。まあ、皆さんもですね、これ載ってないですけど、まあ、シムシティというゲームは知ってるかなと思います。まあ、多分あれが、一番古い、世界で一番古いまちづくりゲームなんじゃないかなと思います。まあ、今ちょっとそれ出てないので。で、今こちらの2つのタイトルがですね、今現在で、まあ、比較的有名なまちづくりゲームなんじゃないかなと思います。シティーズスカイラインの方は、まあ、10年前ぐらいに出たゲームなんですけれど、来月2が出るみたいです。で、まあ、こっちはですね、まあ、古いんですけど、まあ、今でも全然プレイヤーいっぱいいてですね、YouTube とかに巨大都市を作っている、動画とかがたくさんアップされています。あ、ちょっと待ってください。で、もう一つ、アノのシリーズなんですけど、これ UBI が作ってるんですけれど、当たり前のように UBI って言って UBI してる人いるか分かんないですけど、UBI が作ってるんですけど、7作品ほど出てる、ストーリー型の街づくりゲームです。まあ、ちゃんとストーリーがあって、ストーリーに沿って街を作っていくゲームです。まあ、ちょっとゲームの、まあ、シムシティから3つ、表にしてました。ちょっとこれ全部喋ってると30分以上かかるんで、表にしました。で、まあ、1作目ですね、シムシティの方。シムシティの1作目が1989年出てるんですね。で、まあ、歴史が古いんですよ。街づくりゲームっていうの。で、古いのに、まあ、今でもどんどん街づくりゲームって、インディーズから、まあ、大手から出してるんですよね。まあ、そのくらいみんな愛されてるゲームということです。はい。で、作る街の世界観はですね、まあ、ここに書いてある通りいろいろあってですね、あのシリーズとかなんかも、なんか中世のヨーロッパから、なんか未来、2000何十年みたいなのもあったりします。で、逆にシティーズスカイラインは現代風でですね、ストーリー性がないので、まあ、結構自由に、街が作れるみたいです。一応なんかクリアみたいなのがあるらしいんですけど。で、まあ結構実際にある都市とか、なんかでっかい高速道路のインターチェンジとかをもう Google マップ見ながら作ってるみたいな人が結構いて YouTube 見るとちょっと面白いです。はい。で、ただ街づくりゲームはですね、大きく分けて、2種類ありまして、まあ都市開発とか型。まあ多分シムシティとかシティーズスカイラインは都市。開発とか型。で、あとリソース管理とか型っていうのがあって、まあ、あのシリーズは割と1個しかやってないんですけど、このシリーズは結構リソース管理型でした。で、まあ何が違うかというと、税金など、住民の税金とかで、お金をもらって、それで建物を作っていくか、住民に働かせて、食べ物とか燃料とかを作って資源を生産してですね、確保して、街を作っていくかの違いになります。まあ、私の知ってる中で一番本格的な街づくりゲームはシティーズスカイラインでですね。なんか最近友人の子供がこのシティーズスカイラインにハマって、なんか大学で都市開発を学ぶ学科に進学したっていうのを聞きました。すげえなと思いましたね。はい。で、まあ、こういう街づくりはですね、ゲームはですね、市長とか開拓者とかにプレイヤーがなって、まあ、住民が幸せになれるような街を作っていくと、まあ人口がどんどん増え、街が発展していくっていう、まあセオリーがあるんですね。で、逆に幸福度が下がっていくと、まあデモや暴動が起きたり、住民が街から去っていってしまったり、まあ死んじゃったりとかいう感じになります。で、それを避けるべく頑張って良い街を作るのが街づくりゲームです。はい。で、今回紹介したいのが、ティンバーボーンというポーランドの会社が作っているゲームです。
2021年にSteamで発売されてるんですが、まあ、今もまだアーリーアクセスで絶賛開発中です。で、この街の住人はですね、ビーバーです。人間ではないんですね。で、まあ、どんな街づくりゲームでも、住民の家っていうのが絶対最初に作るものなんですけれど、皆さん、ビーバーの家っていうのは見たことありますでしょうか？はい。この写真ですね、多分、お家作り中のビーバーの写真なんですよ。ちょっとビーバーの家の写真が素材でなかったので、これにしました。まあ、ちょっと興味ある方は、ビーバーダムって感じで Google で調べてみてください。すんごいの出てくるんで。はい。で、まあ、この写真見てわかる通り、ビーバーは木で家を作るんですね。で、は水や食料が潤沢になると幸福度が少しずつ上がってくるんですけど、ビーバーさんのちょっとコメントがある。バリバルガーリー人間の街づくりゲームではですね、最初に家から作るものが、最初はまあ家から作っていくものがほとんどなんですけれど、まあ、ビーバーはですね、あの動物なんで家作らなくてもまあその辺で寝てくれるんですよね。でもまあ、あのビーバー家作らせるとですね、で、まあ、施設の中には動力が必要なの。災害はこちらです。ですね、ちょっと。期間になります。まあ、最初は3日間ぐらいなんですけど、ゲーム進めるごとになんか結構伸びていっちゃいます。で、これもちょっと待ってください。干ばつ中はですね、食料とかお水とかが採取できなくなるんで、十分な蓄えがないとビーバーたちが飢えたり脱水したり、こういう幸福度がどんどんマイナスになっちゃうんですね。でもまあビーバーは人間と違い、あの水も食べ物もなくても、若干労働効率が悪くなる程度で、ね、文句も言わずに働き続けてくれます。はい、尊いんですよ。まあでもさすがに限界が来るとですね、これちょっと見づらいかもしれないですけど、餓死しちゃってですね、唐突でにこうやって死んじゃうんですよ。ちょっと文句言わないんで普段、非常に心が痛むんですけれど、あってなると死んじゃってます。で、まあ干ばつを乗り切るためにですね、まあビーバー1匹に対して一体どれくらい食料とかお水とか確保しておけばいいのかなっていうのは、まあリソース管理型のゲームでよく気づく思うことなんですけど、それをね、調べようかなと思ったんですよ。で、まあ、水の施設の設備を見てみましょう。なんかですね、こういう格言みたいなのしか書いてないんですよ。まあ、だから、設置するのに必要な水の深さとか書いてあるんですけれど、一体一匹に対してどんだけいるかとかは一切書いてないんですね。はい。では、まあ、食料の方も同じ感じです。このゲームはですね、干ばつの間生き残れるリソースをいかに大雑把に確保しておくかっていうのが肝となってます。まあどんだけ干ばつ来るかもわかんないんでね、最初はね。で、まあ、そもそも、まあ、じゃあ、水を枯れなければいいんですよ、このゲームは。ということでですね、まあ、時間ないんで、この私が、8月いっぱい、他のゲームをぐっと我慢して頑張ったビーバーの街を見てもらいましょうか。
ティンバーボーンはですね、これまでのまちづくりゲームとはだいぶ違った思考です。お金という概念がないので、まあ、金欠とかいう現実的な津波にも直面しないです。災害も一種類なんで、干ばつの対策さえある程度してしまえば、まちづくりに専念することができます。まあ、なんといってもですね、文句言わずに働いてくれるビーバーたちが尊いんですよ。でももう暴動もないし、街から去っちゃうこともないし、戦争も犯罪もないし、ちょっと死んじゃったら心が痛むだけですね。水さえ貯めれるようにしてしまえば、まあ、ただただ懸命に働くビーバーたちのための素敵な街を作ってあげる癒しゲームとなっています。ただですね、まちづくりゲームはですね、やることとか見なきゃいけないものとかが多くてですね、まあ、忙しいから結構疲れるんですけれど、他のゲームはですね。このゲームはですね、ひたすら平和な気持ちで遊べます。他のゲームだとですね、要望通りの施設を作っているのに、どんどん新しい設備を作れとか要求する人がいるんですし、あとは、ああだこうだとすごい文句を言われたりするんで、ちょっとイラッとしてくるんですよ。ストレスすごいんですけど、このゲームはそういうストレスは一切ありません。今回鳥を務めさせていただいて、私のセッションで伝えたいことは、ゲームを楽しみましょうっていうことですね。日々パソコンに向かって必死に働いている皆様も、夜はぜひビーバーのお家を作って、ビーバーを働かせ、ビーバーの遊んでる姿を眺めて癒されてみてはどうでしょうか。以上です。